キリトさん、そのまた少し攻略にお付き合いいただいてもいいですか？ああ、もちろんさ。本当ですか？ありがとうございます。ピナ、すごく楽しそうですね。この前死にかけたのが嘘みたいです。ああ、本当によかったよ。シリカ、そっちは急斜面だ。シリカ、手を伸ばすんだ。キリトさん。よし、このまま引き上げ。ドロック。ごめん、とっさに抱えちゃって。キリトさんを巻き込んでしまうなんて本当に申し訳ないです。気にしなくていいよ、二人とも無事だったんだしさ。はい。ん、これは。なあシリカ、これ。何ですか？ちょっと見てくれ。キリトさんの隣にわけだし。どうした？いえ、お邪魔します。ここに咲いている花だけどさ。あ、これプネウマの花。どうしてスバルト・アルプヘイムに？プネウマの花はアインクラッド47層の思い出の丘にしかないはずじゃ。俺も確証はないけど、エール王は SAO サーバーのコピーだからな。もしかしたらカーディナルシステムがグラフィックリソースを流用したのかもしれない。もっともエール王にプネウマの花なんてアイテムは存在しないから、タップしても何も出ないけど。間違いありません。また見られるなんて思ってなかったです。シリカにとって大切なものだもんな。はい、ピナーを生き返らせるためにキリトさんと取りに行った花ですから。どうやら破壊不能オブジェクトみたいだ。残念ながら摘むことはできないな。そうですか。でも逆にこのままにしておいた方がいいかもしれませんね。どういうことだ？ここって急斜面の下にあるから、きっと誰も気づかないと思うんです。ですからここを二人だけの秘密の場所にしませんか？キリトさんとの思い出は私だけの秘密にしておきたいんです。シリカ。迷惑ですかね。いや、そんなことないよ。俺もここは誰にも知られたくないから。だってシリカの大切なものがあるんだから、誰かに踏み荒らされるのはいい気分じゃないだろ。そうですね。キリトさんとの秘密は
を共有したかったんだけど、気づいてないのかな。ここのことは誰にも言わないよ。はい、約束ですよ。ピナ、いつの間に二人の秘密にしようと思ってたのに、いきなり二人と一匹になっちゃいましたね。ピナは自分が仲間外れにされると思ったのかな。もうピナってば。知らん顔みたいだな。もしかして私とキリトさんの仲を邪魔しようとした？それはさすがに考えすぎかな。シリカ、どうしたんだ、難しい顔して。なんでもないです。それよりキリトさん、また一緒にここに来ましょうね。ああ、そうだな。今度は転ばないように注意しないとな。